うわ、なんかいいな、やっぱ背景これちょっと上がるな。どうも、ちえるです。今日は皆さんに報告したいことがありましてですね、まあなんていうのかな、大人になったというか、いろんな意味で一皮むけました。ちょっとね、その報告をね、みんなにしたい。どうしてもこれが喋りたくて、こんな動画撮るべきなのかわかんないけど、ちょっとね、喋りたすぎる。多分タイトルサムネ見てる人はね、ああ、もうそういうお店の話でしょってわかると思うんですけど、はい、この度大人のお店デビューをしました。これは快挙だよ。これはマジで初、22歳にして初めて大人のお店に行ってきました。ね、大人のお店っていうのはもういろいろあるんだけど、俺が行ったのはもう最後までずっぽしずっぽしの最後までずっぽしあるお店に行ってきたんですけど、行った場所が飛び出し新地っていう、これね、知ってる人は知ってると思う。特にね、大阪の人は多分ね、大体知ってると思うんだけど、もう大阪のめちゃくちゃ有名な、その大人のお店街なの。で、なんでこれ行くことになったかっていうと、この前ね、こう大阪の友達行った時に、その友達は何回か多分飛び出し新地に行ったことある人なのね。で、え、千尋飛び出し新地行ったことないのって言われて。いや、まず飛び出し新地どころか風俗すら行ったことがないの、俺は。いや、あれは、行った方がいいよ、マジで。って言われて。なんかそんな言われると気になるじゃん。噂はこう聞いてたのね。道があって、その通りにバーってお店があって、そこのなんか小窓というかなんか、フロントから女の子がこう手振ってるみたいなっていう噂は聞いてたんだけど、それを喋る人も大体いや行った方がいいよってみんな言うの。そんなすげえのか飛び出しんちゃうと思って、まあなんかその何、これは勘違いしてほしくないんだけど、そういうことがしたくて行ったわけではない。ただもう本当に人生経験、このまま一生そういうお店に行ったことなく死んでいくのも嫌だし、一回ぐらい行ってみて、もしかしたらそれがすごい好きかもしれないし、あと10年ぐらいやっとふつふつやったら行けるのもしかしたらみんなもう喋る人みんなすごいっていう、その飛び出しんちゃうというものどんなものを知りたいっていうっていうので、ちょっと行ってきました。行った時の映像があるので、まずちょっとそれを皆さんには見ていただこうかなと思います。どうぞ。あ、人生初行ってきました。なかなか緊張していけなくて、結局40分ぐらいしちゃった。いや、可愛かった、可愛かったけど、マジで気まずかった。ちょっと気まずかった理由があって、ちょっと今疲れてるから話したくないから、未来の俺にパスします。はい、ということでパスされましたけど、ちょっと気まずかったんですよ、めちゃくちゃ。ちょっとね、この話は順を追って話していかなきゃわかんないから、もう本当に最初から喋っていくね。俺がその飛び出し新地に行った最初から最後までのこと。千尋、マジで店探しですよ。なんかこうさっきも言ったけど、一本道あって、その両隣にバーってお店があるんだろうなっていうのを想像してたら、一本道どころじゃなくて、その区域全体の道沿いに全部その店があるんだよ。これ本当にすごいよ。通りながらもうどれにしようどれにしようってずっと右左向いてんの。だからもう首筋肉痛よ。で、そのお店もなんかそのビルとかじゃなくて古民家みたいな、結構狭めなのよ。1階がこうもうオープンになってドアとかもなくて、でそこに女の子と受付のおばさんが座ってて、その女の子とかはこうなんか手振ったりとかしてるのね、歩いてる人に。で、気に入った人がいたらそのおばさんのとこ行ってお金払ってもうすぐするみたいな感じなんだけど、もうね、なんか緊張しすぎて俺まず入れなかったの。全然マジでリアル20分30分ぐらいさまよってて、なんかそう友達5、6人って言ってたんだけど、俺らのこと気にしないで全然行ってくださいよって言われてたんだけど、そんなさ怖いじゃんし、恥ずかしいし、後輩とかにさ、いや全然なんか俺のこととか気にしなくていいんで先入ってくださいみたいな。でもなんかその後輩とか友達にさ、ほーん、千尋お前ああいう女行くんだ、えーみたいな、なんかそういう目で見られるのもなんかちょっと恥ずかしくて、そしたら気使った友達一人が、じゃあもういい俺先行ってくるよって、その方が入りやすいっしょ、後に着いた方がって言って先に行ってくれたの。いやもうなんかそれでダラダラしてたら時間ももってないし申し訳ないと思って、すぐ行こうと思って、でその友達が入ってすぐもう俺も人決めて、めっちゃ可愛いと思って、その人結構ねお姉さん系でこう細身の、あー可愛かったな、あれは、あれは可愛かったな。で本当にもうすぐそのお店入って、お店おばさんに渡したらその女の子すぐ上に行くみたいなですね。料金が20分、俺がいたとこは確か1万8000円とかあったので、え20分しかないのって思うやん。お金払ってそっから20分なんだけど、もう本当にすぐもうすぐ始めるから別に20分あれば十分なのね。じゃあ上行きましょうって言って上行くんだけど、その部屋にね行く途中にちょっと俺もなんかちょっとカッコつけたくて、めちゃくちゃ YouTuber アピールしたの。違う、なんかね、なんか一般人だって思われたくなくて YouTuber アピールしちゃおうと思って。でもなんか露骨に急にさ、俺 YouTuber なんすよとか言ったらキモすぎるじゃん。だからうまくこう誘導したわけ、その方向に行くように。お兄さん髪色派手ですねって言われて、その時にまあなんかありがとうございますとか、まあちょっとこう赤好きでとかじゃん。俺なんて言ったかっていうと、あーちょっとそうなんですよ仕事で、仕事
仕事で赤髪にする職業なんかねえじゃん。そんなんもう俳優とか YouTuber ぐらいしかいないやん。仕事で赤髪にするって。で、まずそこで一般人じゃないですよ感を出したわけね。したら案の定、何のお仕事されてるんですかって聞いてきてくれて、ああ、まあちょっと、まあ YouTube とかやってます。あぶっすみたいな感じで、ちょっとこう、自然な流れで YouTuber だよってことをアピールして、風俗の方もね、そうなんですね。私も友達に YouTuber いますよって言われて。おやおや？もう怖い怖い怖い。まあそんな別に俺も YouTuber の知り合いがめちゃくちゃいるわけじゃないし、そんなトップ YouTuber でもないから、別にそんなまあ大丈夫だろうと思ったけど、ちなみに誰ですかって聞いたの。俺と近しい先輩だったのね。その子が仲いい YouTuber が。なんかね、それ聞いて、なんか俺めちゃくちゃ激励しちゃって、俺のイメージさ、あそこの街は夢の国の感覚で行ってたわけ。だからなんかこう、リアルなそのキャストさんの裏側を見せられると、なんかちょっと、はにゃってなっちゃって。なんかその、プロならその自分の身の上話とかをしないでほしいなと思って、なんかちょっとそれにめちゃくちゃ泣いちゃって、まあまあでも1万8000払ってるし、20分しかないし、急いでやるべえと思って、そのまあ部屋に入るじゃなくて、いざ、じゃあ入れるってなった時に、やってる途中にどうしてもその先輩 YouTuber の顔が浮かんできちゃうわけ。ああ、友達なんだ。どういう関係なんだろうな。セフレだったのかな。とかなんかいろいろ思い返しちゃって、その人のことを考えながらやってんの、俺はもう。もう変な感じよ。でも結局その人のこと考えすぎて泣いちゃって、その時にタイマーがビビビビってなって、多分もう20分経ったんだろうね。さっきまであんななんか可愛い声で、キャンキャンした子が急に、あ、時間ですけどどうしますかって。なんかもうなんかそれもね、いや、しょうがない。仕事だからしょうがないよ。けどなんかそのお店感を感じちゃうというか、さっきまであんな騒いでたのに、急に素に戻って喋り始めんだと思って、あ、すいません、延長お願いします。で、もういいや、忘れよ。もうその先輩のことは忘れて、俺は行くことだけに専念しよう。この女の子にだけ向き合おうって、もう真摯に向き合ったわけですよ。じゃないとお金がもったいないと思って。で、なんかもういざこう向き合ってやってるんだけど、その女の子にした理由ってやっぱり顔じゃん。顔がタイプだったから可愛いから指名してね、選んでるのに、こうやってる途中ずっとなんかこう横向いてんの。顔見えないのよ。こっち顔で指名してんのに、なんかそんな顔隠されたら誰とやっても一緒やん、そんな。で、ずっと目つぶりながらこうやって横向いてんのね。まあ多分だけど、それは女の子が現実逃避じゃないけど、本当はこういう知らない人とやるの嫌だから目つぶって自分の好きな人とやってるように想像してるんだろうなと思って、人となりまでこう想像して勝手になんか心配して気遣い始めて、ますますいけなくて、さらによ、そのね、声がワンパターンなのよ。ずっとマジでリピート再生してんのかってぐらい、ずっと同じローテーションが、でもずっと同じそれだけがリピートで再生されてんの。でもなんか声も気持ちが入ってない声っていうか、じゃなくて、ちょっとここ見てないけど、じゃなくて、なんか、ずっとこれなの。棒読みみたいな。ずっとそれがリピートされてて、なんだよ、これ、ふざけてんのか、こいつと思って。まあ、結局言ったんですけど。はい、行きました、ちゃんと。それは時間内に。でも、その、もったないから、お金が。そう、結局、40分ぐらいで3万円かけて、初のこの風俗デビューしてきました。っていうお話です。俺の人生初の風俗のレビュー動画でした。ただね、これはね、俺は風俗とかにはハマらないだろうなっていうのは確信できた。この動画がね、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。ちなみに多分みんなが一番気になってるであろう、その風俗嬢の子と仲いい先輩 YouTuber っていうのは、Don't let your kids watch it!